この時間は2020明治安田生命 J3 リーグ第13節 FC 岐阜対 YSCC 横浜の一戦を岐阜市の岐阜メモリアルセンター長良川競技場からお送りします。それではホームの FC 岐阜スターティングメンバーをご紹介してまいりましょう。ゴールキーパー松本、そしてディフェンダーは柳沢、甲斐、井岡、治、ヘンリー、橋本、そして三島と武田のダブルボランチ、右に大西、左に相原、ツートップに町田ブライトと川西翔太。 YSCC 横浜のスターティングメンバーです。ゴールキーパーは大内、そしてディフェンダーは花房、池谷、宮尾、そしてその前佐藤と戸建、右に大泉、左に上村、そして2列目が柳と鬼江、小口空、ワントップの位置にはピーダーセン、ヨーン。ピーダーセン、ヨーンがプレッシャーをかけます。さあ岐阜の左サイドから中にボールが入ってくる、川西の前ボール、さあどうだ、シュートに行けるか、シュート決まった。先制は FC 岐阜、決めたのは川西。第8節藤井打線以来、今シーズン3ゴール目。前半の6分に岐阜が先制点を奪いました。長いボール、さあここは左に出してクロス上がる、ヘディングシュート、こぼれたところは YS 横浜、ゴールキーパーの大内一世。ボールを受けたのは岐阜です。川西から町田ブライト、クロスボール、マイナスのボール、中央の位置、大西から、さあ向こう側どうだ、シュートに行けるか、左へシュート、わずかに右、惜しいシーンを迎えました。右足シュート決まった、1対1同点に追いつきました。 YSCC 横浜、決めたのは宮尾浩一。直接フリーキックのチャンスをものにしました。両チームの監督が腕組みをしてこの戦況を見つめています。FC 岐阜はゼムノビッチ監督、そして YSCC 横浜はシュタルフ監督。さあゴール前、ピダーセン、4、一旦下げて左サイド、低いクロスボール、足元収まる、右足シュート、ゴールキーパーの松本。背番号15番フォワードのピダーセン、4。さあそして FC 岐阜は選手交代です。6番の三島に変えて9番の高崎を投入、そして町田ブライトに変えてフォワード18番の石川大地がピッチに入ります。2番の橋本、左足クロスボール、低いボールだ、ヘディングシュート決まった、勝ち越しゴールは FC 岐阜、決めたのは石川大地、今シーズン初ゴール。途中出場の石川大地が決めました。2対1、さあ今のゴールシーンです。柳沢、縦に送るエリアの中、一旦外に出して下げて柳沢からのクロス、ゴール前、ヘディングシュート、決めた、3点目、決めたのは高崎。第7節鹿児島戦以来、今シーズン4ゴール目。 FC 岐阜が追加点を挙げました。船橋、そして宮尾、エリアの中、船橋、中央、シュート決まった、11番の宮本、3対2としました。その差は1点、突き放しにかかった FC 岐阜ですが、そう簡単には離されません。
シュートまで持っていきたい YSCC 横浜。もう時間がない。縦にボールを送りますが蹴り返していきます。ここで試合終了のホイッスル。3対2勝ったのは FC 岐阜。第7節鹿児島戦以来の勝利、今シーズン5勝目。ホームでは第6節ガンバ大阪 U23 戦以来の勝利です。